おはよう、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないから挨拶全部。最近よく夢を見るんです。もともと眠りが深いからあんまり夢は見ない方なんですけどね。夢って言葉は不思議、意味が二つあるから。眠ってみるのも夢、将来の希望も夢。でも時代が変わると言葉の意味も変わっていくのでしょうか。未来から見ると昔は夢って二つの意味があったんだよって、そんな日が来るのかな。あなたの夢は何ですか？私の夢はいつか自分で撮影した写真集を出すこと。そんな夢を見ました。